He and Kenji just having a tough time getting on the same page tonight. Stepped off a number of times in the first and the second innings, and now he calls him out to the mound.2009年5月19日の試合は、城島健二とマリナーズのエース、フェリックス・ヘルナンデスがバッテリーを組んだ最後の試合であった。映像にあったように、二人はなかなかサインが合わず、結果その日は5回と3分の2を投げて、自責点6と散々だった。その年のオフ、城島は3年契約を破棄して、日本に帰る決断をした。以前からマリナーズの投手陣と城島は相性が合わず、現地の報道では、投手たちが城島に投げるのを嫌っている、なんてことも目にしてきたわけだが、それが対談の要因の一つでもある。実際、キング・ヘルナンデスを含め、数人の投手が城島とバッテリーを組むのを拒んだわけだが、今回の動画は、現地メディアの言葉を借りるなら、どうして、城島健二は嫌われてしまったのか、日米のキャッチャーの違いから、考えていこうというものである。城島健二が対談した当時、現地メディアが挙げた理由は、打撃の低迷や若手の台頭、そして城島が、キャッチャーの時の投手成績の悪さなどだった。確かに城島が、キャッチャーの時、マリナーズの投手成績は悪化している。防御率と被打率は、チームワースト2位。三振とフォアボールの比率を示す、KBB の値は最悪だった。つまりこれは、城島が、キャッチャーの時、マリナーズの投手陣は、三振が少なく、フォアボールが多いことを意味している。なお、キング・ヘルナンデスに限った場合でも、城島が、キャッチャーの際は、成績が下がっている。現地メディアでは、その原因として、城島のリードに問題があるとしている。マリナーズの地元新聞である、タコマニューストリビューンでは、城島が早いカウントで速球をほとんど使わないことが、投手成績の低さにつながったと指摘。スポーツメディア大手の ESPN でもほとんど同じ指摘をしているわけだが、はっきり言ってそれは微妙である。2009年、フェリックス・ヘルナンデスが、初球に何を投げたかを見てみると、城島以外が、キャッチャーの時の速球の割合は 71.2%。一方、城島が、キャッチャーの時は 72.5 とあまり変わらない。むしろ、シンカーを含む、速球系を初球に投げる割合は、城島が、キャッチャーの時の方が多いくらいである。まあ、他の投手や、もっと年代を遡れば、違う結果が出るのかもしれないが、そもそもアメリカは、日本と違って、投手が何を投げるかを決める責任があるのだから、キャッチャーのリードは、本質的な原因ではない。それは、城島の良き理解者だった、同僚のローランド・スミスも言っていることなのだが、思うにそれこそが、城島が、投手から嫌がられた、一つの原因なのではないかと思ったりなんかして。He was a Picasso on the mound, painting the inside corner and then just touching up the outside corner with his signature changeup, forever frustrating major league hitters. Boy, it was fun watching him pitch at the Kingdome and eventually right here at Safeco Field. Ladies and gentlemen, please welcome the newest member of the Mariners Hall of Fame, Jamie Moyer! ジェイミー・モイヤーは、1980年代から2010年代まで、4つの年代で活躍した、いわゆるレジェンドである。通算の勝利数は269。2012年には、メジャーの最年長勝利記録を更新している。そんなモイヤーは、2006年の途中に、トレードされるまで、城島とチームメイトだった。当時、モイヤーは、20年目を迎える、大ベテランで、すでに200勝していた。一方、
城島は日本での実績があるとはいえ、ルーキーイヤーである。城島のルーキーイヤーを追った、ある書籍には、その大ベテランと、城島がバッテリーを組んだ試合のエピソードが載っている。簡単に言うと、3試合ぶりに、モイヤーと組んだ城島だったが、何回か息が合わず、首を振られ、結果打たれたんだとか。その本の記者曰く、一流の選手同士がぶつかったというが、さっき言ったようにメジャーでは、投手が最終的に何を投げるかの決定権がある。メジャーリーグは、かなり実績が重視される、階級社会であるから、20年目のベテランと、ルーキーのバッテリーなら、なおさらである。城島は、日本式のリードをしようと思ったのだろうが、きつい言い方をすれば、すでに確立した、モイヤーのスタイルをルーキーが変えようとしたということである。私的には、城島が、マリナーズの投手から拒まれた、大きな理由の一つとして、ここら辺の要因が大きいのではないかと思ったりする。日本では、ピッチャーを牽引するという意味で、よくキャッチャーのリードが褒められるが、メジャーを見ていて、そんな言葉を聞いたことないし、むしろ真逆なのである。さっきのローランド・スミスが言った言葉で、多分十分だと思うが、例えば近年話題になった、グレインキーが、自分でサインを出してしまう事件なんて、象徴的である。まあ、実際のところ、本当に、投球のサインを出したのか、騙すためのカモフラージュなのか、そこは、グレインキーの溝知る、といった感じなわけだが。また、ロッキーズのキャッチャー専属コーチなどを務め、優れたコーチに贈られる賞も獲得したことがある、ジェリー・ウェインスタインは、自信を持って投げる間違った投球は、疑って投げる正しい投球よりも優れている、なんて、渋い言葉を残しているけど、まあ、そういうことである。他にも挙げようと思えば、挙げられるのだが、だらだら説明すると、視聴者が離れると聞いたのでやめておくとして、城島自身も、日米で、キャッチャーに求められる役割に、違いがあることを理解していたようである。1年目のシーズンオフには、投球のサインに関して、いくつかの調整を行っていると、現地メディアに語っている。ただ、ちょうど同じ頃、別の媒体で、やはり配球は、キャッチャーの責任で、その理由は、自分が要求したものだからと言っているところを見ると、かなりの葛藤が伺える。まあ、城島くらいの実績のある選手が、今までの自分のやり方を180度変えるのは、なかなか大変なんだろうというのは、もちろん理解できる次第である。つまり、日米に求められる、キャッチャーのスタイルの違いの中で、城島は孤立した、というのが、私の差し当たっての結論なのであった。1996年、ヤンキースとブレーブスのワールドシリーズ。後に、楽天に所属することになる、当時19歳のアンドリュー・ジョーンズは、第1試合で、ホームランを2本放った。ザ・ゲームという本によると、この試合、ヤンキースのスカウティングレポートでは、ジョーンズに対して、ストライクゾーンに、ストレートを投げてはいけないということになっていたらしい。しかし、キャッチャーのジム・レイリッツは、スカウティングレポートを無視し、1本目は、ストレートをスタンドに運ばれた。試合後、レイリッツはジョーンズを騙そうと思ったと語ったらしいが、それに対して、ヤンキースのオーナー、ジョージ・スタインブレナーが大激怒。ザ・ゲーム曰く、スカウティングするのに大金を費やしているのに、バカな選手は、指示に従わないと、スタインブレナーは叫び、レイリッツを、今すぐトレードしろ、と言ったとか。実際のところ、慈悲深いスタインブレナーは、今すぐトレードしたわけではなく、レイリッツをエンゼルスへ放出したのは、ワールドシリーズが終了した後だった。まあ、何が言いたいかというと、メジャーにおいては、キャッチャーの感性や、観察能力みたいなものは、重視されていないということである。いや、もっと正確に言うと、そういった類のものは、重要であるはずだが、データの裏付けを示せないために、セイバーメトリクスが発達したメジャーにおいて、最後のブラックボックスになっているのである。経験に基づいたものだから簡単には教えられないし、再現性に乏しいため、スカウティングレポートを頼るのである。とはいえ、メジャーでもキャッチャーの経験に基づく、配球がないわけではない。ただし、私が知る限り、それを許されているのは、数少なく、
例えばベテランのジェフ・マティスなんかがそれに当たる。フーリッシュ・ベースボールという素晴らしい動画チャンネルがあって、そこにジェフ・マティスについてのビデオがあるのだが、そのタイトルが示すようにアナリストたちはなぜマティスが優れているのか分析できないのである。詳しくはそのビデオを見てほしいのだが、要は打撃成績がかなり悪いマティスがメジャーで生き残れるのは配球や試合を支配するゲームコーリングの能力に長けているからということである。マティスを特集した CBS スポーツの記事には、配球などのゲームコーリングに優れたキャッチャーのちょっとした定義が載っているが、とにかく大切なのは投手から信頼されること。それは投手が何を得意としているか理解し、ゲームプランを立て、試合中や打席の途中で調整できるキャッチャーのことらしい。そう考えると、最終的には投手に決定権があるという大きな違いはあるものの、日米でキャッチャーがやる仕事というのはあまり変わらないという、なんとも当然の帰結に至ってしまったのであった。そんな感じで終わりです。